どうもこんにちは。即会塾の久保です。ナミさんお疲れ様です。今回はですね、仕事ができる人の仕事術参戦ということで、動画の方を見させていただきました。私も思うところがあったんで、ちょっとお話したいんですけどもね。あの、仕事のお誘いとか、新しいビジネスの、まあ、プレゼンを持ちかけてくださる方、ね、いるんですよ。私そういうの大歓迎ではあるんですけども、ただやっぱりね、あの持ちかけ方が下手だと、入り口で私断るんですよね。 なんとととも非効率的にめんどくさいことだろうと思う思ですよ例えば、一度会ってお話ししたいんでっていうふうにね、呼びかけてくるんですけども、いや、今の時代会わないといけないようなことってそんなにないかなと。いや、こちらからね、詳しく聞きたいんでお会いできませんかっていうふうに誘われた方が言うぐらいの、思えるぐらいの持ち帰け方ならいいんですけども、この前来たのはね、あの、ズームのお誘いの URL と ID が届いて、まあ、久保さん こういうビジネスがあるんでぜひあのズームに参加してみてくださいと顔出しは不要ですよって書いてあるんですけどもまあ私に対してねズームの使い方を、うん、丁寧に説明してくれてありがたいなと思うんですけどもでもこれズーム参加してね話聞いた後なんだこれはと思ったらいけないんでいや一体これは何のビジネスを進めてくるんですかと うん、インフラ系ですか食品系ですかサプリメントですか利権ですかとか、ね、ネットワークビジネスかそれとも単なるセールスでしょうかとかねで私は顧客になればいいんでしょうかそれともスポークスマンというかねインフルエンサーとして拡散する役割でしょうか全然こう要点がわからない上にあのど誰が誰がやってるビジネスかどの会社がやってるかビジネスかもわからないんでこういう得体の知れないものをねいきなりポンと送ってきて。 お人一石じゃないんだからその時間に合わせて見ますかって言ったら見ないですよねやっぱり言われると ID が送られてきて興味があれば見るんですよだから興味を誘うような書き方もしてないしそもそも何の商品を扱うのかサービスを扱うのか誰がこれを起業したのかってことも分からないわけですよねこれ下手な誘い方だなと思いますで一体これは何なんですかちょっと要約して教えてくれませんかっていうふうにお話しすると 私が言うと口下手なんで、えー、誤解をさせるかもしれません。だから直接聞いた方がいいですって言うけども、いやいや、待て、あんたビジネス進めようとしてるのに、口下手で一体誰に何を広めようとしてるんだって話ですよね。その上で会ってお話したいって言って、口下手なあなたと会ってお話しても、全く分からないだけで時間の無駄でしょっていうことだったんですよね、うん。ひどい言い方のように思いますけども、お互いのこう時間のこととかね、手間のこととか考えたら、うん、やっぱりね、 うん、まあ入り口で断るのも親切かなと思ったんですよ。何でもかんでも付き合えばいい人ではないんでね、うん、やっぱりそれじゃあ、私ですら、信頼関係がある私ですら、聞こうと思わないですよっていうことをお伝えしていくことなのかなと思いましたね。うん、で、やっぱりこう、どんなビジネスを進めようとしてるのかってことを、こうまとめてお話しできないと、それはお客さんに向かって商品売れないですよって話なんですよね。 うん、だからこう話す力書く力伝える力この辺がないとどんなビジネスに参加しても苦労しますんでね、うん、やっぱこれはお互い磨いていかないとねってことですよねはいということでねあのー、お,はお話してのはリアルなことで最近そういうふうなお誘いがあったんですけどもお断りしたんですよねこれね何のことかわからないんで,、うん、でそもそもズームならズームにじゃあ1時間とか2時間お付き合いしたってね、うん、私の時間戻ってこないわけですよ だから有益だと思える Zoom に参加したいしこれは私に合わないかなと思ったら別に Zoom に参加する必要ですらないわけですよね、まあ、その上で会ってお話したいっていうんだけども会う必要性を私が感じなければそれはただね久しぶりって言ってお茶飲むぐらいだったりですけどもビジネスの話を聞くモードにはなんないですよねうん、まあ、そもそもそうやって伝えるのが下手な人が一体何を売ろうとしてるのかなと思うとちょっと半分気の毒な気持ちもしますんで なんかちょっと説教じみたことになりましたけどもねちょっとそういうやり取りをさせてもらったってことになります、はいまあ、私自身ねやっぱこう「それって何ですか教えてください」って言わせるまで商品やサービスの紹介は、まあ、しないようにいつもしてるんですけどもねあちなみにあのまた即課塾のねお申し込みが昨日あったんですけども本当にセールスをしたわけではなくてね即課塾の有料版を参加したいんでご案内送ってくれますかっていうふうに。 い、えー、いただいただんですよねこれっていうのはおそらく私の動画の説明欄概要欄にあの速可塾有料版はお問い合わせくださいっていう風にしてメールアドレスが書いてあったからでしょうねでずっと私の動画を見てくださった方が信頼してくださってマクボさんが伝えようとしてるっていうことは何なのかなってことを組んでいただいてねで問い合わせいただいたと思うんですよで私なりにこうやってお問い合わせをしたくなるようなこう動画の一本一本作ったりとかね 信頼関係を高められるように更新頻度を高めていったりとかしてるつもりなんですけども、どのように見えるでしょうかね。はい、じゃあ今回は以上でございます。お疲れ様です。